許します、もちろん快楽村とか大島よしおとか裕次郎だとかハニカミ王子とかマー君とかエリカ様など MVP に選んだ理由も教えてください。そうですね、どん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 、何を落としたか忘れたんで予告します。メールはですね、JWAVE のホームページ www.j-wave.co.jp からお前レディオ火曜日に入って送ってください。携帯からも OK です。アドレスはレディオアットマーク j-wave.co.jp です。ファックスは0570-000813、ファックスは0570-000813。今日はまあクリスマスですね、いっぱいイベントとかのお話とかもありますので、皆さんぜひ最後までよろしくお願いします。そしてカエラサンタからのクリスマスプレゼント、ニューシングルジャスパーの初オンエアもありますということで、引き続き木村カエラのオーマイレディオでお楽しみください。6300円です。しかもお買い上げいただいた方全員に JWAVE から素敵な卓上カレンダーをプレゼント。限定30セットとなりますので、どうぞお早めに。お買い求め詳細は PC 携帯の JWAVE サイトから J リアルにアクセス。木村カエラです。こんばんは。それでは早速本日のカエラ、今日は何時起きかというとお昼11時ぐらいです。早いでしょ、なかなか。そして今日はお仕事をしていました。クリスマスお仕事をしていました。今もこのラジオが収録だったらどうする収録だったら大変じゃないね。生じゃないっつってちゃんといますよ、ヒルズにね、はいそう、仕事してました。まあ、TD と呼ばれる、レコーディングしたものの音をまとめる作業だったり、まあ、衣装をね、着たり着なかったり話し合ったり、そんな感じですよ、一日ね。まあ、そんな感じで毎日過ごしております。何を食べたかというと、うどんと、うどんね、うどんと納豆定食。スタジオに入った時は必ずそれを食べるの。もう本当に納豆と海苔と、かつお節と生卵となんかが入ってて、それを醤油かけてご飯にグワーって全部混ぜて、その丼と普通にうどんを2つ食べるんですよ。すごい量でもね、めっちゃうまいので、そこのうどん屋さん頼むと5分ぐらいで届くんだよねすごい早いのね。普通さ、出前とか頼むと結構30分以内で、ピザでさえね、安全運転で30分ぐらいでお届けしますとかじゃない。でも5分で作る。何個頼んでも。すごい早さなんだよね。でも伸びるのも早いんだよね。ありえないくらい汁を吸って、うどんが大変なことになるんですけどね。ということで、後ほどオレグリアの、ね、コーナーでおしゃべりまくるとして、今夜のテーマを発表しましょう。今夜のテーマは、2007年の MVP。おー、コンプがかかったということで、やっぱりね、そうだよね。
思います、じゃあ皆さんど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 ん送ってきてください。メッセージの宛先です、メールは JWAVE のホームページ www.j-wave.co.jp からオーマイレディオ火曜日に入って送ってください。携帯からも OK です。アドレスはradio@j-wave.co.jp です。ファックスは0570-000813 0570-000813。今日のテーマは2007年の MVP、 たくさんのメッセージ待ってます。それじゃあ午前2時まで生放送でお送りする木村カエラのオーマイレディオ、今夜はこの曲からスタートです。冬ですからね、クリスマスの曲があるかなと思ったらなかったの。だからこの曲にします。木村カエラでスノードーム。